乗車ありがとうございます。寝台特急あけぼの号上野行きです。ただいま青森駅時刻通りに発車しております。それではこれから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は弘前に止まります。弘前18時45分大和温泉18時57分碇ヶ関19時6分大館19時27分鷹の巣には19時44分二つ井19時56分、東の城には20時11分、森竹20時22分、八郎潟には20時38分、秋田21時4分。秋田を出ますと、5本、失礼いたしました、上越線に入ってまいります。秋田を出ますと、5本町21時43分、三ヶ穂21時56分、木坂田22時7分、湯座22時31分、久方22時42分、天梅22時55分、鶴岡23時10分、渥美温泉23時35分、村上には0時20分、柴田0時48分、新津1時13分、高崎には5時13分、大宮6時29分、終点の上野到着6時58分の到着です。到着時刻につきましては、寝台券、到着駅下の方に到着時刻を記入してございます。今一度お確かめください。列車は終点の上野まで8両で運転してまいります。先頭1号車一番後ろが8号車です。先頭1号車レディースゴルンポシートです。先頭1号車につきましては女性専用レディースゴルンポシートとなっております。女性専用レディースゴルンポシートです。男性のお客様の立ち入り洗面所お手洗いのご使用はできませんのでご注意ください。2号車、3号車、B 寝台車、4号車が途中、宇野本庄まで座席指定した土地でご利用いただいております。4号車にご乗車のお客様にお願いいたします。上段にございますシングル、床にございますスリッパ等は宇野本庄から先ご乗車になれるお客様がご使用になるシングルスリッパ等です。上段にございますシングルスリッパ等には手をかけないようお願いいたします。なお4号車は3人掛けとなっております。窓際が A 席、中ほどが B 席、通路側が C 席となっております。今一度指定券お確かめください。5号車、6号車、B 寝台個室車、7号車、A 寝台個室車です。一番後ろの車両8号車、ゴロントシートです。なお1号車から4号車まではお手洗い、デッキを含めまして車内でのおタバコご遠慮くださいませようご理解ご協力お願いいたします。1号車から4号車までは禁煙車両としてご利用いただいております。お手洗い、デッキを含めまして車内でのおタバコご遠慮くださいませようご理解ご協力お願いいたします。またこの列車には公衆電話自動販売機の設備はございませんのでご了承ください。車内販売員は途中の秋田まで営業してまいります。車内販売員は途中の秋田まで営業してまいります。準備できないお客様の席にお伺いいたします。席のお伺いの際はどうぞご利用ください。またたまにではございますが車内ですりおき不等の被害がございます。現金貴重品は体に身につけてお休みくださいますようお願いいたします。また携帯電話ご利用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキの方でお願いいたします。途中の秋田まで担当してまいりました車掌は秋田運輸区の三熊と長澤です。4号車と8号車の乗務室に乗務しております。どうぞよろしくお願いいたします。次は弘前に停まります。弘前18時45分6時45分の到着です。なお途中北特急駅で下り電車到着待ち合わせのため停車いたします。あらかじめご了承ください。寝台特急あけぼの号をご用意いただきましてありがとうございます。
大特急あけぼの上野行きでございます。列車発車いたします。ドアが閉まります。お気をつけください。列車発車いたします。ドアが閉まります。お気をつけください。ご乗車ありがとうございます。寝台特急あけぼの上野行きでございます。ただいま秋田駅11分遅れで発車いたしております。時間も遅くなっておりますので、これから先の止まる駅、また到着時刻2、3のお願いをしまして、明日の朝大宮到着20分前まで放送によるご案内は休ませていただきます。明日の朝大宮到着20分前まで放送によるご案内は休ませていただきます。で次、宇後本町止まります。宇後本町、二花峰、木坂田、湯田、坂田、天留米、鶴岡、渥美温泉、村上、柴田、新津、高崎、高崎には明日の朝5時12分、高崎には明日の朝5時12分到着いたします。大宮6時29分、大宮6時29分です。終点上野6時58分、終点上野には6時58分到着いたします。列車は、先頭の車1号車です。1号車、2号車、3号車、4号車の順に一番後ろの車、8号車です。先頭の車1号車はレディースコロントシート、1号車は女性専用車でございます。男性のお客様の車内お立ち入り、ご入りお願いします。禁煙席は列車の前の方1号車、2号車、3号車、4号車、また一番後ろの車、8号車、禁煙席でございます。1号車、2号車、3号車、4号車、一番後ろの車、8号車、禁煙席でございます。おタバコをご入りお願いします。ご理解、ご協力をお願いいたします。骨車の5号車、6号車、7号車は喫煙車でございます。個室車の5号車、6号車、7号車、喫煙車でございます。お煙草吸いの際には、灰皿のあるところで、お願いいたします。灰皿をご利用ください。たまにではございますが、スリ、置き引き等の盗難事故発生しております。現金貴重品は体に身につけてお休みください。現金貴重品は体に身につけてお休みください。